ブラッド・ギルス・ブラッド・ギルスは、アメリカのロックバンド、ナイト・レンジャーのギタリストである。8歳の時にギターを手にし、その後、ジミ・ヘンドリックス、ジェフ・ベックといったギタリストたちをコピーし、あらゆるロックギターのテクニックを身につける。19歳の時、地元サンフランシスコのファンクロックバンド、ルビコンのジェリー・マルティーニと、後にナイト・レンジャーに参加するジャック・ブレイズから誘いを受け、 オーディションの末、加入する。1978年にアルバム、ルーベコンでデビューを果たす。このバンドは、同じくサンフランシスコで活躍していた、タワーオブパワーのような音楽性だったこともあって、このアルバムではまだブラッドらしい派手なプレイは、聴くことはできなかった。続く、セカンドアルバム、アメリカドリームズでは、ロック色が強くなっており、ブラッドのギターパートも、 格段に増えていたが、アルバムを聴く限りでは、後にトレードマークともなるアーミングプレイは未だ開拓されていなかったと言える。このルビコンはエアロスミスなどと共にカリフォルニアジャムニにも出演した。1979年にルビコンが解散すると、ブラッドとジャック、そして途中からルビコンにツアーメンバーとして加わった、ケリー・ケイギーはよりロック色を濃くしたステレオを結成する。 その後、サウンドをさらに強力なものにするために、サミー・ヘーガーのバンドや、モントローズのメンバーだったアラン・フィッツ・ジェラルドと、彼の友人だったジェフ・ワトソンが加わり、さらにバンド名をレンジャーと改名するが、カントリーバンドに同名のバンドがいたため、ナイト・レンジャーと改め、ツアーを開始する。またこの頃、事故で休止したランディ・ローズの後釜として、オジー・オズボーンバンドのギタリストに抜擢され一時期、 在籍したが、ナイトレンジャーが、レコード契約にこぎつけたのを機に、ルディサーゾの脱退に合わせて、バンドを離れ、ナイトレンジャーに復帰する。ナイトレンジャーでは、アーミングを得意とするブラッドと、タッピング奏法を得意とするジェフの個性の違いも、話題となったが、5枚のアルバムを残して解散。その後ソロアルバム発表を経て、ケリーと共にナイトレンジャー名義で、フィーディングオフザモジョ発表。 そしてジャック、ジェフ、アランが戻り、本格的にナイトレンジャーが再結成された。アーミング脳に、フロイド・ローズの申し子などと称されるように、彼の演奏スタイルの特徴はアームを使ったユニークな、双方にある。1970年代後半に出現した、フロイド・ローズはそれまでのトレモロユニットと異なり、構造上、大きく急激な音程変化や長いサステインを、 チューニングがほぼ保たれたまま得ることが可能で、倍音も出しやすいといった特徴がある。またこのユニットは一般に、ボディには密着せず、浮かせた状態でセッティングされる。彼はいち早く、フロイドローズを手に入れ、これらの特性を活かして、アームダウン、アームアップ、クリケット双方や、ハーモニクス、アームアップ、アームダウンなどを効果音的に使用して、独自のスタイルを築いた。特に、 アームアップは弦を切ってしまうリスクがあるため、あまりそれをやる者はいなかったが、彼がやり始めて、以降は、急速に普及した。また、クリケット奏法は、彼が頻繁に駆使しているもので、現在では、ジェフ・ベック、スティーブ・バイなども演奏に取り入れている。ルビコン・ウォージー・オズ・ボーン・ナイト・レンジャー・ソロ・ヒア・アエイド・フィオナ・ TM ネットワーク、ビーシャス・ルーマーズ、ありがとうございます。